スタートしました。ドット飛び出しました。さあ先行争い、東京ワイルド、まず先手を取りますが、内をついてリマインドシルクが上がっていきました。酔いどれ天使も上がっていく。ファンドリロバリー広がって最初の障害、踏み切って冷えず、おっと酔いどれ天使が落馬。それからもう一頭3番の安の帝王も落馬しております。早くも2頭が落馬いたしました。波乱の予想が伺えますが、スタンド前にかかりました。先手を取りましたのは2番のファンドリロバリーであります。水濠障害に向かいます。ランドパワー、東京ワイルド、リマインドシルクと2番手集団、その後に牧畑コンコルド以下であります。固まってまいりまして、水濠障害、今次々と飛越を行っております。現在最高峰富士の青海浜で飛越を終わりました。それからスタンド前2つ目の生垣、今先頭グループが飛越をいたしました。そして今最高峰AP ランド富士の青海浜で終わって、コーナーをカーブ、 1,2 コーナー中間の障害、先頭ファンドリロバリー、今踏み切って飛越しました。ランドパワー、チアズニューパワー、そしてリマインドシルク、南のゴージャス、あるいは名称若潮と先団に取り付いて、豪快もその中におります。あとは離れまして、中段ポツンと追走はレイシンワンサイド。さあ谷を下って登ってまいりました。その後方グループ、マキハタコンコルド、あとはトキオワイルド遅れました。後方から4番手コバノスコッチ、その後にはノボビクトリーであります。さらに遅れまして、APランド、最高峰は富士の青海派。さあこれからいよいよ大障害コースに入ってまいります。いわゆる八の字を描いてまいりますが、谷を下って上がってきたところに多くのアクシデントを生んだ最大の難関が控えます。第一区画、先頭はファンドリロバリーであります。三浦健二騎手がペースを取りました。2番手ランドパワー、今踏み切って第一区画障害を飛越しました。そしてランドパワー、チアズニューパワー、その後にエイシンワンサイド、名称若潮も飛越、リマインドシルクが 6番手の位置、その後方南のゴージャス、豪快と中段内を追走しています。マキアタコンコルドがこれを見る形、その後にトキオワイルド、遅れましてコバノスコッチ、さらに AP ランド上がってきた、あとはノボビクトリー、富士の青海派。今度は3コーナー、4コーナーを逆にコーナーをカーブ取りました。3、4コーナー中間の生垣障害に向かいます。先頭はファンドリロバリー、今踏み切って飛越しました。ランドパワー、チアズニューパワーと飛越を終わりました。名称若潮4番手、さらに離れました、その後にエーシンワンサイド、その後のグループに豪快がおります。リマインドシルク、南のゴージャス、マキハタコンコルドと固まりました。再び3コーナー寄りの谷を下って向こう上面へと上がってまいりました。さらにその後離れまして、コバノスコッチ、 AP ランド、トキオワイルドといったところが続いて、ノボビクトリー、富士の青海派がその後、さあ向こう上面からもう一度谷を下ってセンター戻ってまいりました。スタンドに向かって上がってまいります。もう一つの難関、大きな大きな大池垣障害、1メーター60、幅が2メーター40あります。ファンドリロバリーがスーッと右寄りにコースを変えました。今踏み切って飛越しました。そしてチアズニューパワー2番手の位置、ランドパワー打ちすくって2番手並びました。あとは名称若潮が4番手、その後にピタッとついているエイシンワンサイド、豪快はその後のグループ相変わらず中断。さあスタンド前に戻って、スタンド前の池垣障害を飛越しました。これから順回りであります。すでに2頭が圏外に去っています。今度はランドパワーが先頭に立ったか。 1,2 コーナー中間の障害、今踏み切って飛越しました。ファンドリロバリーちょっと外に切れていった。名称若潮2番手の位置、そしてその後並んでおりますが、エイシンワンサイド、チアズニューパワー、その後に南のビクトリー、さらには遅れましてマキハタコンコルド、谷を下って2コーナー向こう上面上がってまいりました。そしてその後方グループ、豪快がマキハタコンコルドのうち、現在先頭までは10馬身ほどの位置におります。向こう上面に入りまして、今度は畜作障害が待っています。先頭ランドパワー、そしてカラウマがおりますが、その人にファンドリロバリー2番手、名称若潮3番手に上がった。その間に内をついてエイシンワンサイド、豪快が今ここで仕掛けて上がっていきました。3番手グループに加わっていった。あとは南のゴージャス、谷を下って、さあ登ってくるといよいよ最終障害が待っている。先頭ランドパワー、2番手はこの辺りでファンドリロバリーいっぱいか、豪快来た、豪快来た、2番手から先頭に迫ってくる南のゴージャス、そしてその後に名称若潮、いよいよ最終障害ステップを合わせて踏み切って飛越しました。さあその後のグループ、マキアトコンコルド、エイシンワンサイド、そしてチアズニューパワー。さあいよいよこれから平場勝負になりました。第4コーナーのカーブ、ランドパワーが先頭、そして2馬身差ちょっと遅れたぞ、豪快ダートを横切っていよいよ芝に入ってくる。もうあと300はありません。さあ先頭前2頭が抜けている。ランドパワー先頭だ、そして豪快3馬身差の2番手、200を切って猛然と鞭を振るが、その差が詰まらない。あとは大きく開いて3番手争い、先頭はランドパワー、3馬身のリード、2番手豪快、ランドパワーが制覇、合輪2番手豪快、3番手にマキハタコンコルド。